神奈川県道505号、橋本停車場線は、相模原市における一般県道である。朝日小学校前歩道橋橋本駅から国道16号に、至る道路で前線において路線バスが通行するため、一方通行区間を除いて、片側一車線のほか、広い路側帯が確保されているため、大型車に余裕で対応できる道幅を有する。点である。 橋本駅北口は2003年に工事が完了した再開発事業によりバスロータリーが整備され商店街は再開発ビルになったことから景観に大きな変化があった終点付近は国道16号の旧道と八王子バイパスがそれぞれ交差しており国道16号旧道に向かう車両の内八王子方面に向かう車両は 周辺道路の通行指定方向の都合から、わずかながら本道を通ることになる。そのため、国道16号との重複区間として指定されてはいないが、実質は国道16号の旧道と八王子バイパスの分岐点となっている。なお、終点である国道16号八王子バイパス、八王子方面速道の分岐地点からのロータリーは一方通行になっているため、 自動車等で前線を走行するには終点から起点方面のみ可能である。ありがとうございます。